SRBA, SRBA, SRBA は宇宙開発事業団、現宇宙航空研究開発機構が開発し、IHIA ロースペースが製造する個体ロケットブースターである。HEA、ER、ロケットや HIIB ロケット及びプシロンロケットの第一弾に用いられる。HEA、ER、ロケットの開発にあたって高い信頼性を持ち、 H2 ロケットの SRB より高性能、かつ低コストな SRB を目標として開発されたのが SRBA である。これを達成するために炭素繊維強化プラスチック製一体型モーターケースを採用、また高圧燃焼の採用によって性能を落とさず全長を短縮することに成功した。初期型の SRBA 以降204型用に開発されていた。 SRBA2、H、E やロケット6号機でのノズル破壊に起因する分離失敗を受けて水力と燃焼圧の低減等の対策を施した SRBA 改良型ノズル全体の設計から抜本的な改善を行い能力を初期型とほぼ同等まで回復させた SRBA3 と多くの改良型が開発され最大同圧や信頼性が改善されている 形式別の詳細は後日、初飛翔した2001年以来、SRB としては、スペースシャトルの SRB、アリアン5用の P238 に次いで、世界で3番目に大きい SRB である。ただし、SRB ではないメインのロケットモータには、ミューファイブロケットの M-14 モータ、ベガロケットの P-80 モータ、インドの PSLV の S-138 モータ、 と、SRBA より大きい個体ロケットモーターはいくつか存在する。主に、ノーズコーン、全部アダプタ、モーターケース、後部アダプタ、結合構造部からなる。エイジ、イーアロケットやエイジ IIB ロケットの場合は、前後4箇所のヨーブレスと2本のスラストストラットを、用いて第1弾空き体から吊り下げる、ストラップオン方式で固定される。イプシロンロケットの場合には、 ノーズコーンは用いられず、全部アダプタの代わりに段感つきて、後部アダプタの代わりに、SMSJ によって、ロール制御能力を持つ、後部灯が取り付けられる。モーターは、全長12メートルで、直径2.5メートルの円筒型モーターである。主に推進薬量やグレイン形状の違いによる、燃焼パターンの際から高圧型モーターと、長病時型モーターの2種類に大別される。 高圧型モータは平均燃焼圧力が高く、燃焼時間が約100秒と短い。超病児型モータは高圧型モータに比べて、平均燃焼圧力が低く、燃焼時間が120秒前後と長い。形式別で見ると、SRBA は高圧型、SRBA2 と SRBA 改良型は超病児型であり、SRBA3 には高圧型と超病児型の2種類が、 ある。詳細は後日 HEA、ER、ロケットの二二百点二零二二二千二十四点二一二型や JI ロケットに号機には高圧型モーターが使用され、HEA、ER、ロケットの二百二点二零四型や HIIB ロケット、イプシロンロケットには長秒時型モーターが用いられ。ただし、SRBA 改良系を使用していた間は二千二十二点二零二四型でも、 安定性が高い長病時型モーターを使用していた。SRBAA3 では202型など2本1組で使用する場合に必要な打ち上げ能力に応じて2種類のモーターから適切な型を選択して使用している。202型で長病時型モーターを装着した場合には重力損失が大きくなり、ペイロードは G 手を換算でおよそ 300kg 少なくなる。一方、二百四型や HIIB といった SRBA を4本1組で使用する場合には、コア機体の加速度制限等により、長病時燃焼モーターを使用する。ノーズコーンはハンドレイアップ一体成型の CFRP 製であり、先端部はノーズフェアリングと同様に半径 750mm 半長角18度である。全部アダプタは全長 1.2m。 直径2.5メートルで、円筒形状のアルミセミモノコック構造である。両方向の荷重を伝達する2本の前方、両ブレスやピッチ方向の荷重を伝達する前方ピッチガイド、SRBA の水力を伝達する2本のスラストストラット、圧力センサーが収められている。また、SRBA 改良型以降は、電力計機器や指令破壊計機器もこれに加わっている。 コ部ブアダプタは全長0.7メートル、直径2.5メートルで、円筒形状のアルミセミモノコック構造である。熱電池や電動アクチュエーター、高電圧インバーター等、ピッチ、養成魚用のノズル駆動機器が収められいる。初期型の SRBA では、電力系機器や指令破壊系機器もここに収められていた。結合構造部は、 部分円筒形状のアルミセミモノコック構造であり、後部アダプタに取り付けられる。分離モータや両方向の荷重を伝達する2本の、後方用ブレス、ピッチ方向の荷重を伝達する、後方ピッチガイドが結合されている。SRBA の初期型である。モータは高圧型モータで、燃焼時間は約100秒。ノズル形状は H2 ロケットの SRB と同じコニカルノズル。 開発時には3回の実機内モーター試験が予定された。原型モーター試験、プロトタイプモーター試験に続く3回目の第1回認定型モーター試験において過大なエロージョンが確認されたことで、地上燃焼試験をさらに2回追加した。QM2 では CFRP を H2 ロケットで用いられた実績品に変更する対策を行った。しかし、 燃焼終了時にスロートインサートが脱落する問題が発生した。QM3 においては、スロートインサート接合部に低パカクを付与するとともに、熱膨張によるノズル開口部との干渉を避けるため、スロート工法の隙間拡大を行った。これらの対策によって、実用に耐えうると判断され、ひとまずの開発は完了。HE やロケット1号機から5号機まで問題なく、 飛傷した。しかし、6号機において飛傷中に、ノズルが破光、燃焼ガスが漏えいしたことが原因で、コア機体からの分離に失敗し、SRBA 改良型の開発が行われる、ことになった。HEA204 型の開発にあたり、最大動圧を抑制し、衛星の負担を減らす目的で開発されたのが、SRBA2 である。ノズルで光景を拡大。 モーター前方の推進薬を数パーセント増し、その分後方の推進薬を減らすことで、水力レベルを従来の SRBA の70%に抑え、長時間約120秒燃焼する水力パターンを持つ。また、ノズル形状をコニカル型からベル型へと変更することで、SRBA 開発中に問題となった局所エロージョンを分散半減し、 信頼性を向上させる設計であった。2003年4月15日にプロトタイプモデルの地上燃焼試験を終え、同12月の認定型試験を残すのみであったが、11月に HE やロケット6号機で SRBA の分離失敗が発生。その後の事故調査結果によって別途 SRBA の改良が行われることになり、SRBA2 の開発は、 srba 改良型の開発へと統合された。Hea やロケット6号機において、srba の分離に失敗し、事故調査結果によって、ノズルの信頼性向上が要求されたことから、開発されたもので、基本設計は、srba にを踏襲している。Hea やロケット7号機から13号機まで使用された。モーターは、平均燃焼圧を、 SRBA の8割まで下げ燃焼時間を SRBA の1.2倍、約120秒に延長する水力パターンを持つ安全性に余裕を持たせた長秒時型モーターに変更された。ノズル形状については、熱負荷が高く局所エロージョンを増大させてしまう欠点を持つコニカル型ノズルから熱負荷の小さいベル型ノズルへと変更された。また、 外側の金属ホルダーを鉄製ホルダーにし、スロートインサートの範囲を後方へ拡大することで、継ぎ目の熱負荷を低減させ、CFRP 製ライナーフットを二重にし、板厚を増すことで安全性に余裕を持たている。6号機の分離失敗の直接的原因として、漏洩した燃焼ガスが、全部ヨブレス分離機構作動用の動爆線を、焼き切ってしまったことが挙げられており、これに対応して、 搭載機器の再配置も行われた。後部アダプタに搭載されていた電力系機器や指令破壊系機器は全部アダプタへと移動され2系統ある分離機構のうち1系統は新しく設けられたサブトンネルを通して配線されている。なお、HE やロケット7号機では通常の SRBA 改良型より燃焼時間を長く取ることで安全性に余裕を 持たせたモーターが用いられた。SRBA3 は SRBA 改良型の使用によって減少した打ち上げ能力を初期型 SRBA 使用時のレベルまで回復した上、より高い信頼性を獲得するために開発されたものである。HE やロケット14号機から使用されている。燃焼パターンの違いから高圧型、燃焼時間約100秒と長秒時型。 約120秒の2種類がある。モータケース内面の断熱材の厚さの共通化や、結合構造部分の再設計による SRB、A 側結合部分の共通化といった、高圧型と長秒字型における、仕様の共通化が行われており、打ち上げ計画変更への柔軟な対応が可能になったほか、同一仕様での継続生産による、安定供給性の確保や不具合発生リスクの、 軽減を実現している。SRBA 改良型において8割まで下げられていた平均燃焼圧は初期型と同等まで回復され、外側の金属ホルダーをアルミ製ホルダーに断熱材、ダイナの一重化、スロートインサートの前方へ拡大などの設計変更が行われた。ノズルについては局所エロージョンの発生メカニズム解明と極力排除を目的として、 宇宙科学研究本部の協力のもと、伊手方式のノズルを採用した。伊手方式ノズルは、高圧燃焼対応ノズルとして開発されたものであり、ミューファイブロケット5号機以降で使用された M-25 モータにて、初めて採用されたものである。h e やロケット14号機では、SRBA3 の基本構造を適用しつつも、改良型と同様に、 ノズルの断熱材の CFRP 製ライナーフトを二重にし、板圧を増圧することで安全性に余裕を持たせた高圧型モーター用いられた。しかし、ノズル構造部に予測より100度程度温度の高い部位が発生した。その後の解析の結果、断熱材を増圧した14号機用 SRBA3 ノズル特有の構造が原因であるとされ、以降の15号機から17号機と、 HIIB 試験機で使用される超病児型 SRBA3 ではライナー負荷一重に死断熱剤を薄くすることから問題がないものとされた。しかし、高圧型 SRBA3 への適用評価を行ったところ、超病児型よりも高い負荷がかかることが明らかになったため、ノズル断熱剤から発生する分解ガスがノズル内部にとどまらないようにする改良をした上、 2009年11月11日の地上燃焼試験による検証を行った。この試験によって信頼性が確認されたため、初期型 SRBA と同等の能力を持つ、高圧型 SRBA3 を18号機の導きの打ち上げから適することが可能になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。